この歌合戦は廿日市で青少年の健全育成に取り組む青少年育成廿日市市民会議が家族の絆を深める機会にしてほしいと初めて企画しました。昨年度は震災がありましたので家族の絆ということで家族揃って歌合戦をやってみたらどうかなと。皆さんで競っていただくんですけども、いかに家族の絆をしっかりと皆さんに見ていただくかということで歌合戦を取り入れたんですが、この日は廿日市市を中心に10組が参加。姉妹、親子、3世代、家族ぐるみのお付き合いをしている友達など、さまざまなメンバー構成で考えたパフォーマンスを披露しました。こちらはお母さんと3人兄弟で参加した中尾さんファミリーのセンターテールです。お休みの日には家族でカラオケボックスに行くという仲良し親子は、ペーパークラフトのドラえもんと一緒にステージに上がりファミリー賞を受賞しました。ドキドキしたけど50ステージ初めてだからまたやりたいです。僕は合唱団をやってて、今までは家族では立ったことがないのでとても楽しかったです。初めてだったけどとても楽しかったです。時間を合わせるっていうことが今できない世の中になってきてますけれども、家族で時間を合わせて同じことを楽しむというか共有するっていうことができる機会に恵まれたことに感謝します。こちらは4世代5人で参加したチクタクチーム。大きな古時計を歌い、ほのぼの賞に輝きました。いつも一緒にいるわけじゃないので、家族で関わる機会を設けていただけるのはすごくありがたいと思います。お母さんはどうですか？そうですね、一応みんな仲がいいですし、歌も3人とも大好きなので、この家族揃って歌合戦を私たちにとっては一番良かったかな、出させてもらって良かったかなって思います。今回の歌合戦では青少年育成廿日市大賞をはじめ4つの特別賞が授与されました。家族揃って歌合戦、各賞の受賞団体はご覧の通りです。